ワイパラジオ。ワイパラジオ始まります。はい、ワイパーラジオです。このラジオは、一応2週間に1回を予定している、まあ、ミリタリーショップワイパーの日々のニュースをお送りするラジオ番組です。YouTube ポッドキャストから視聴可能になっております。はい、はい、2週間ではございませんでした。はい、今回はね、ちょっと、入ってしまいましたね。はい、そうですね。はい、まあまあ先週は、はい、ご存知の方も多いかもしれないですけど、ちょっと東京出張も入ったということで、はい、楽しそうでしたね。いや、はい、楽しかったですよ、そうそう、久しぶりの出張は。そうそう、そういえば、はい、あれでしたもんね、 LL さん高円寺めっちゃ行きたいみたいな話。そうなんですよ、はい、いやもうあれもし番長いたら、はい、もう多分時間足りない。いや多分あれだけで1日欲しい。いやでしょ、はい、俺ら結構駆け足で見てね、はい、お店少しでもゆっくり見ようもんならもう外で待たれてましたから、はい、いやでもそこでまだみたいな、ね、まだみたいなオーラ出されるんですよ、ね、いやでもそこでやっぱ子供のね、はいはい、あさすがパパ。俺やったら自分の顔な。いやいや、サイズがちっちゃいのしかなかったんですよ今回。なんか全体的に大きいサイズがあんまりなかった気がする。いやそういうのいいですね、うん、自分なんか太子だからですね、なかなか古着で可愛いオーバーオールって買おうとしても、はい、二人で喧嘩になっちゃうから買えなくなる。それ大変だな。揃えないとダメなのか。揃えないとダメだから、ね、うわ古着は限りなく不可能に近いですね。いやそうなんです、うん、はい、でも可愛いでしょうね、たぶんきっと似合うと思う、はいはい、じゃあ、まあ一応アイスブレイクということで、はい、ということでじゃあもう舌も温まってきたという、はい、思うので、いつものコーナー参りたいと思います、はい、ミリタリーショップワイパーの、1週間の売上ランキングを発表するコーナーです。はい、題しましてワイパーウィークリーランキング。はい、原点に戻りましたね。はい、まあ、ちょっと間が空いちゃって、ポリオリコーナーみたいになったんですよ。いやでも2週間前だけ、2週間前だけ、まあ、そうですね、まあ、一応ちょっとうちの方の、本店の売り上げをベースにですね、はい、ここ最近売り、売れているアイテム、はい、注目のアイテムをですね、はい、掘り下げていきたいと思います。はい、はい、まずはですね、まあ、基本的には今うち特価のセールしてると思うんで、うん、まあ、そういったアイテムが中心になるんですけど、はい、まあ、その他に新着の商品も入っています。例えばスウェーデンのライトウェイトのブルーのトラックジャケット、薄手のやつ、はいはい、あれとかも、ね、ランキング入ってますね。で、まあ、他には、M59、 スウェーデンの M59 のジャケット、まあ、これも、先日の、特価のアイテムでしたね。はい、他にはですね、フランス軍の60年代 の、 レインコート。レインコート、いやーそれはもう間違いないやつですね。はいはい、間違いないですね。あれなんか中村さんもインスタで上げてましたけど、だってもう僕はもう3年前の初回の入荷分を着もほとんど着てなかったけどすぐ買いましたから。これはね、物がいいってすぐ分かる、手に取ると、はい、いやあれシルエットと、ね、これが60年代っていうのありますね。いやすごいですよ、フランス製の60年代のあのことがあの状態で、しかもあの質感で、あの色味、はい、めっちゃいい。あと余談言っていい、はい、60年代っていうのはあ、なんかヴィンテージ好きからすると、はい、ヴィンテージか何じゃないかっていう区切りの年代が60年代なんですよ、はい、うん、ゴールデンエイジです。そう、結構そこから、はい、まあ、大量生産に、大量生産に切り替わるっていう、うん、ね、なるほど。他にはですね、チェコ軍のプルオーバーとか、まあ、これも先日のご紹介したアイテムですね。その他にも、オランダ軍のナイフポケットのパンツ、はい、これは特に打ち出してはないんですけど、ブラックのリップストップ、ブラック357も入ってますね。やっぱ毎年どっかでヒョンって、ね、はい、357来ますね。ですね。なんだろうな。あ、そのカーゴブームとかそういうのあるんですか。いやけどあれはですね、結構そのシルエット自体もわりかしシュッと細い感じだから、不思議だな。でもジャケットも違うに1割ちょっと売れてるイメージはありますけどね。で、他にはですね、イギリス軍のラフのトラウザーだったり、あ、まあ、やっぱり人気なのは、はい、米軍のウッドランドのカーゴパンツ、はいはい、まあ、かなりですね今回実際全部実物でした、今上位に入ってるの。すごい、うん、はい、いやすごいですね、はい、まあ、やっぱりなんだかんだ、まあ、特価とかもありますけど、まあ、そうですね、うん、やっぱり実物の人気、まあ、はい、うん、アウターが落ち着いてきて、で、まあ、パンツとかインナーとかに需要が、季節的なですね、うん、はい、はい、という感じですかね。すごい駆け足になっちゃいましたけど、ナンバーワンとかじゃないじゃなく、もうさらっとさらっとですね、はい、ですいません、ちょっとこ、それちょっと期待してたけど今回もですね、ちょっとお便り募集する暇がなくてですね、はい、ちょっと今回 お便りなしなんですよ、ごめんなさい、はいはい、っていうのもあれですよね、最近ちょっとみんなあれもうなんかいろいろ仕事いろいろありがたいことに、はい、いろいろね忙しく毎日過ごしておりますね。そうそうそう、ちょっとみんなそれぞれの個人活動がちょっと目立ってきてるというか、はい、私も 2,3 件ぐらいも同時進行でいろいろしてるのがあったりとか、それだけでお楽しみでしょ、それの動画も撮ったでしょ、そうそうそう、動画も撮ったりとかしたので、
で他にもやっぱり春に向けて新しく取り扱いするブランドだったりとかもたくさんあったり、あの先週 の, そ, のそれこそ出張でチラ見せしましたけど、あのちょっといろいろ新しい商品の企画だったりとか、某 YouTuber とのコラボ計画だったりとか、いやそれも隠せてないでしょ。まあけどこの時期はだから展示会シーズンなんですよ、アパレル業界の方だと。だからそれで忙しくなるし、秋冬の仕込みもするのも大体この時期になってきますね。あのアウターとかそうですね、はい、だから忙しいんですよこれが、はい、自分で言うとなんか ZOZO が今ちょっとイメージを改心しようと、はい、あれ今ちょっとモデルだったりとかちょっとね、もうよりちょっと若い人たち、うん、この間まあそのインスタでも募集してたんですけど、はい、もうそういったなんか、はい、どうもあったりとか、うん、あそっか、モデル陣がパワーアップしてますよね、はい、そう結構一気に年齢層が下がった感じでね、若いもう世代交代をいやもう その中に番長いるんでしょ、だけどいや、まあ、そのそうそう、いやけど今日すごかったです。今日あの、はい、実は横木と展示会に出て、はい、あの事務所出たら、はい、ちょうど、はい、あの撮影様、撮影ご一行様が外のロケ移動してたんですよ、はい、そしたらもうやっぱね、あモデルさんだなっていうそのオーラと立ち振る舞いというか、はい、なんかそのずらずらと3人4人か、はい、あの時いたの4人ですね、4人もいて、はい、やっぱみんなちょっとおしゃれなわけですよ、はい、でオーラを放ってるわけですよ、はい、いやちょっとなんかすごいなと思った。ね、あれ旗から見ると知り合いじゃなくてもなんかあれなんか業界人の人みたいな、あなんかすごい集団がいるみたいな、そうそうそう、まあその先頭にいたのは想図ですけど、想図だけちょっともうダウトで間違いなくダウトは一人いたんですけど、その後ろにもモデルの皆さんが、はいはい、オーラを放って歩いてましたね、凛と身長がすごい、スタイルがいい、でも本当スタイルいいですね、本当スタイル、本当21とか23歳のモデルが今回入ってきたんですけど、はい、足の長さが全然違う、いやもうすごいですよね、すごいんですよね、いや何食って育ったんだろうね。いや本当っすよ。ですよね。でもね、自分たちのジュニアもそうやってスタイル抜群な子になってくれるんじゃないですか。だって俺らで言ったらほら、あの原始人が人間になっていく過程の話。いやいやいや、それはないでしょ。あれのホモサピエンスみたいな。人間人みたいな。真ん中ぐらいのなんか、いやもう本当に全然違うんだ体型が。昭和のずんぐりむっくりと、もう令和の、令和じゃないか、さすがに平成が。平成の、はい、平成のね。ニュースタイルの体型スタイル、肉をいっぱい食うっていうそんなあるんですかね、まあ、でもね、よくその直接床に座らないとかもあるじゃないですか、椅子に座るとか、その、ね、欧風のスタイル、はい、生活スタイルで、欧風のスタイルで最近はまあ正座もさせないし、なんかこう大逆になるとかなんか分かんないですけど、うん、なんかやっぱ子供に正座もまあさせないしとかいろいろあります、ね、ライフスタイル自体がそういう風になってきてるね、なんか足も本当比率が全然違いました、あいやびっくりした、身長負けちゃうかもしれないですね。いやいやけどそうです、それで俺の前そっちの方があの願ったり悲しい、俺と同じ思いはしてほしくない、スラッとね、はい、そうよ、はい、バスケとかさせるんですか。いやいや、なんかさせたいですけどね、はい、もういやただやっぱすごいなと思った、うん、そのね、今日のモデルのそのご一行様を見た時に、はい、ああかっこいいやなと思って、うん、お楽しみにですねこれ、はい、そうですね、あの結構 ZOZO タウンの方あの新しい写真とか随時入ってるので、まあ、そういったあの新しい見慣れない方はですね、うちの新しいモデルということで認識お願いします、はいはい、まあ、それか、まあ、あれですね、本店インスタとかに、ね、確かにタグ付けしたりとかする予定ではあります、うん、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、はい、さあ、じゃあ軽くフリートークをして終わりたいと思いますが、はい、どうですか、あの最近なんか皆さん個人的なニュースとか、なんかこういうことで忙しいですとか、なんか、まあ、仕事でもプライベートでもいいですけど何かありますか。いやけどワクワクですよね、今はやっぱさっき言ったようにその仕込みの時期と展示会の時期になるから、はい、今年の秋冬はこれがあって各ブランドのそのね情報がリリースされて、それを見て、はい、ああこれいいな、かわいいなとか、はい、うちがワイパーでこれ作ろうと思うわ、これやれるかもやれないかもとか、そういうなんかいろんなことを精査していくんで、はい、こんなので期待値がどんどん膨らむ時期なんですよねこの時期って、はい、今年の秋冬に対しての、うん、いやでも秋冬の今の仕組みが仕込みが本当大事だから ね、うん、秋冬に向けては、ただもう去年を上回るぐらいの圧倒的、はい、パワーアップパフォーマンスはできると思いますよ、はい、これは、はい、いやすごいです ね、 ね、だってね本当なんかすごい最近の社内の空気がちょっとなんか結構あの冬が終わって今落ち着く時期なんですけど、本来でも今逆に結構みんなさらに新しいことしなきゃって加熱してる感じがしますもんね、はい、それぞれの部署で、はい、みんなあのそれぞれ動いて頑張ってくれてるんで楽しい時期なんです、はい、ですね、さらになんかでもパワーアップする準備を今からしとかないと、ね、うん、これを作ろうとか、はい、このブランドを新しく販売しようとか、はい、新規ブランドも増えますしね、もうすでに結構増えてるでしょ、はい、結構増えてますね、うん、はい、
そうなんで、まあ、かなり楽しみではありますね。いやだから皆さんも楽しいと思いますよ、はい、秋は来ないでしょうね、はい、ワイパー見てて見てて多分秋は来ないと思います、うん、まあ同じことはなぞったと綺麗になぞってきてくれたんですけどいやもう本当その通りですね、はいはいはい、もうただのミリタリーショップでは終わらないぞっていうようなはい、いろいろな企画を、はい、盛り込む、幅広いですよね、はい、もう言いたい、いろいろ言いたい、うん、そこの目の前に今あるそうあるのもありますし、はい、なんかねいろいろ新作というか、はい、新しいネタを用意してますもんね、はい、個人これもこれもこれもだし、はいはい、ね、すごいよな、はい、そうなんですね。けどそう考えたらすごい、最初の今年の冒頭で言っててラジオで、はい、今年何したいってやっぱこう、はい、もっと発信力をね、うん、つけたいって言って、うん、どん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 発信していきたい、うん、新しいことをつって、はい、やっぱ他の YouTuber の恩恵を受けるだけじゃ情けないぞってことで、うん、各々が、ね、はい、自立してこう情報を発信していくようになっていけたらいいなっていう形にはちょっとの一歩ずつ前に進んでますね、うん、そうですね、はい、まあ、実際、ね、たくさん新しい出会いもあったりとかもして、はいはいはい、かなり楽しく仕事させていただいてます。なんかもう手応えがねすごくあるんですよね今もう本当目まぐるしい、うん、本当1日1週間がもうあっという間すぎて、はい、そうなんか言ってましたもんね、なんかもう やりたいことが多すぎてみたいな、多すぎて、でもなんかこう家と家事と家庭の両立と仕事も難しいから、はい、まあ、ちょっと双子なんでそこもちょっとね、ほっとくわけにはいかないから、うん、それでも結構怒られますけどいやでも楽しみが、いやいいですよ、はい、本当もう期待は裏切らない、うん、はい、たまになんか体もう一個あってほしいとか、あよく言いますよね、はい、自分がもう一人欲しいっていうのは本当強く思う昨今、うん、まあ、最近はです、うん、特に頭がパンクしそうです。そうですね、もうちょっともうしてますけどもう多分みんなキャパオーバー相当もう溢れそうな感じですけどね、こうギリギリでちょっと保ってる感じですけど、これありがたいことですからね、本当冗談抜きでなんかですね、はい、なんかそういう経験したことあります、ね、なんかこう夜風呂で入ってなんかこうした時に血が頭に昇るような、はい、そこまではな、なんかこう考えすぎていろいろ考えすぎ考えすぎてなんかこう脳になんか血をいっぱい送ったのか分かんないですけど、はいはい、そういった感覚にたまになんかなったりとかするんです、はい、まあでもよく言いますよね、あの本当繁忙期の時とかってちょっと半分記憶なかったりしますもんね、こう、あ確かに、うん、そうじゃないですか、まあ確かにですね、もう目も取れないでとりあえず書いて終わったことをこうね消していくっていうことは、まあ、そうですけど竹村さんも結構私物の代行置いとってなんかこれやばいっすよね、はい、自分の、ね、多いやばいっすよね、はい、そうそう、ちょっともう一瞬見てもえ、なんだっけこれみたいな感じでやばい、もう、はい、初老ですね、はい、まずい、はい、そうそう、まあ、ちょっとエネルギッシュにこれからもワイパー行きたいと思いますので楽しみにしていてください、はいはい、まあ、ちょっと来週以降はまた定期的に2週間ペースになるとは思いますけどラジオの方も配信していきたいと思いますので、はいはいはい、楽しみにしていてください、はいはい、まあ、ちょっと今回短かったんですけどね、 3人でお送りしました、はいはいはい、ということで、ワイパーラジオは、毎週土曜日夜9時から放送中です。はい、はい、毎週じゃないね、2週に1回のペースで、はいはい、ちょっとすでにもう頭回ってないんで、そう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 、すでにとか、はい、はい、ということで、はい、じゃあまた次回お楽しみに、はい、さよなら、バイバーイ。See you next time.